はい、こんにちは、てっちゃんです。ドラクエタクトやっていきましょう。リアルタイム対戦ですね。前回続きからやっていきたいと思います。オリハルコン4が現状ですね。で、前回100勝を達成したというところです。連勝は2。いよいよ今日と明日とでウルノーガとは別れなんで、いいとこ見出していきたいところですが、いきなり苦手なマデスさんというところで、まあ少し離れてるからいいね。あー、腐らないといいのか。そこがうまく入られちゃうと順番は、あーっと、どうだこれ、バタフライで落とせるかもしれない。負けんいくでしょ。で、バタフライ、OK、 ナイス。これでいこうかな。で、バタフライの役目は終了。で、ナイトがどこ入るかだね。そっちか。ダーク。ダーク。いける。しびれる。早く。お前が勝利の鍵だよ。キサラナイトを取るというね。で、ここは先行かれちゃうね。これでよし。あ、当たんのか。当たんのかい。ありがとう。そこでよかったのか、しかも。これ行ったら、どうだ。これ行ってもいいか。どうだ。いや、混乱取られちゃうね。あー、ピサロまではちょっと余分かな。ピサロまでは余分。あ、起こす、殴って起こせ。いや、普段は殴って起こすじゃん。向こう、悲しい。よし、落ちないね。ブレイク。いや、どうした、殴って起こすのがいつもの。そこで三河市発動、オートバシル激炎32、追撃ナイス。まあ勇者に対してゴースト結構相性悪いんだよね。いいんじゃない。ウルノーガで連勝3まで伸ばしたよ。しかも不戦勝入ってないから、実力での。はい、対戦よろしくお願いします。これは3連勝対決になってるね。三河氏持ちだしな。しかもやるような、なかなかな。混乱取りたいね、やつは。キャッツは、いや、これも育ちきったあれなのかな。スペディオなのかな。これラリフォーでもよし。で、一応イオで落ちるから。でもオメガやばいな、これ。
バタフライ落ちるな、これな。落ちる。そうなると混乱が取れてこなくなっちゃうから辛いね。こうなると、あそこですね。ベーラだね。ベーラ狙いしかないな。マグバリア。焼けつくとかってどうなんだろう。5倍。身から入るね。だから、いやー、オメガで全部一掃しようってか。いやいやいや、ガード張りすぎ。モグバリアとさ、スペディオガードってさ、重複すんのかな。いや、これちょっとまずいかな。魔獣だから燃えない。毛が多そうだから燃えそうだけど。いや、これ三河市来る可能性あるからな。うわー、どうする。これ三河市来る可能性あるよね、マジで。いや、こっちだ。せめてこっち。あぶねー、正直よかった。でここがもう苦しくなってくるなね。シルバーでみんなでにっこりしようか。あ、ならないかね。いやいやいや、資産12、いや140ダメージの116回復、終わりですね。一応この配置になりました。どうでしょうか。みんな入るね、波動砲に。波動砲、どうしようかな。これは打ち込んだってしゃあないんだよな、マジ。どうしようか、これどうしようもならないんだけど。止まるとか、一応止まるとか狙うか。状態上取るしかないな、これは。はい、満タンです。状態上取るしかない、これは。向こうのオメガの、あー、よし。いや、強え。で、しかもオメガに有効な勇者がお亡くなり遊ばれたので、お隠れになられたので、もう無理だね、これはね。硬い。よし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 、可愛がってやろう。え、けっ、ちょ待って。普通に身がないよね、そういうやつね。557 13% 取られちゃった。もう笑ってんだろうな。笑いが止まらんよ、これ。はい、ああ、これあれね、ターンごとに素早さが上がるやつを選んでんだね。だから見返しないだろうよ。じゃあ、お見たぞ。普通に見返し取ったっていいでしょうよ、そこは。え、しびれた、しびれてない。普通に見返し取ったっていいでしょうよ、そこは。いや、ダイスラにやられた。諦めるもできず。でもダメージ1500ぐらい出てたけど、オメガ。あれ、あんな出るの。はい、対戦よろしくお願いします。
いや4連勝じゃないですか。ダメっすよ、混乱するよ。マデサゴーラやだよって言ってね。出ないよ。うわ、5円めっちゃ狙ってんじゃん。5円、とりあえずやつを広範囲 L 字魔剣で一気に削りたいのはある、うん、こいつまずいからこっち行っとこう。その前に出てドゥドゥドゥンかギラノ、それは届くんじゃない、届かないのか。どうしようかねこれ。あ、こんなまずいっつってのなんでそこに行くの、まずいっつってのに。そこは逃れなきゃダメだったな。そして真珠に対しても相性は良くないんだよね、ウルノーガは。狙ってる。ああすごい、身代わりがいっぱいあるな。あーこれ混乱と…いやこれはしまったな。いやこれはしまったよ。アストロ、頼むぞ。ウルノーガ火力になってくれ。ここで取られんなよ、来たら取られたらおしまいよ。
代わりの身代わり入っちゃってるな。あぶねえ。うちね。いや勝てー。あ、ちょっと待って、消えてんのか。消えてない？あれ消えるんだっけ？かばうものみたいなやつ。あ、3ターンまでな、サムライトと一緒なんだっけ。あ、全然全然ちょっと考えてなかった。ダークブレイク身代わり入ってるな。こんな感じでいく、こんな感じでいきましょうかね。あ、だから削れなかったのか。で、勇者剣戦で止めよう、止めよう、あれよ、止める、止める、止める、よし、いいぞ。でグレイナル、グレイナルはどうする。ライトニングブレス、勇者に5円、どっち。バタフライ邪魔だから落としそうだけど、でうちピサロが受けるのか。次、うわー、いてー、結構いてー。で L 字落としてくんねえかな、ダメかな。いや次あれ来たもんな。勇者に届かないよね。次勇者必殺で、あ、危ない危ない、ナイスナイス、よし、売るのが頼む。よし、オッケーオッケー、いけ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 。で必殺の逆ルスブレイクで L 字で入る。どう、気合入れろ、気合。ダメ、落ちね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 落ち落ち。ピサロの負けん。ちょっと、ピサロの負けん。何ターン眠ってる、何ターン眠ってる、あと2ターン、 OK OK、 よし OK。 OK、 よく勝った、そこから。あ、3ターンで身代わり取れるんだっけ。あー、フォレストはもうずっとかと思っちゃった。はい、対戦よろしくお願いします。いやー、このランク帯はあれなのかな、ダイスラー多いのかな、ちょっと厳しいね、うちにはね。
あのセラフィーがしかも水着セラフィーだったらもう絶望よ。これはね、あぶれんの待つしかないな。こっち、OK、ラリフォーでいけるから。で、下手に殴ってもセラフィーで回復されちゃうからやめた方がいい。確実に一体落とせるときに行くしかない。これはそこでか、そこでじゃあ入らないよな。よし、あっちのあれがいるのか、あっちのあれがいるのか。一個出てみる、一個出て挑発してみるね。でピサロが出てきてくれりゃいいけど。向こうのバタフライが先手ってすごいな。あー、挑発乗らないか。どうだ。あー、乗らないね。ないよろしくないよ、それはよろしくないよ。これ耐えてんのか耐えてないのか分からんぞ。あ、ちょっとラリフォー持ち込みとこうか。焼けつくか、焼けつくか。あー、焼けつくね。一歩上がっておく。ビリビリ頼むよ、ビリビリしろって。これ届いてんだっけ。射程入ってんだな。射程入っててよろしくないからこっちに行く。で焼けつくとか行ってみる。どう、行ってみるか。これなんで逃げた、ウルノーが。あー、でピサロから行きたい。出てきてくれんなら。出てきてくんないか。どっか L 字マーケンのどっかだな。でオニコンはラリホでいいわけだから、そういう感じ。あ、なんだ、あれだ、混乱だね。ね、狙われてね、混乱ね。しかし火力じゃないからウルノーガは。前まで来た、耐えた。よし、でこれはこっちから行く。ピサロから行く。まだバタフライが息があるうちに、これ、うわー、落として、あっち落として、これです。いや結構入ってるよ、結構悪くないよ。悪くない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 。がっつりいっちゃおうか、がっつりいっちゃおう。がっつりいっちゃおう。でラリホ、いや落とせると思うんだけどな。ダメかな。ファイアブレス、こっち、いや落とせると思うんだけどな。で次売るのが、あ、向こう先か。あれ、ちょっと勘違いした。あれ勘違いしちゃった。あ、売るのが押せ。いや落ちないか、いや落ちないか。クリームのミストなんか引いたってしょうがないもんな。ここで行くか、ここで行くか。あー、これ混乱取られちゃうね。
なんだなんだ、ちょっと待って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 、マジない、ラリフォ入れるから OK。 ラリフォ、ちょっと怖えぞこれ。そうだよね。で、こっちだ、シルバー入るね、一応。で、混乱が取られちゃう。で、でどうなる。まずバタフライから落とすか。違う。で混乱の息かなんかをあれに打っていく。これね、まずこれで混乱チャンスでやっていく。どんどん一応ラリフォのが確率は高い。 OKオッケー、これは大きい、これは大きい。おお、頼む、うるご、あんたし、あ、ちょっと待って、もうセラフィー、セラフィーをなんとかしよう。前出てこい、前。セラフィーなんとかしよう。ちょっとセラフィーなんとかしよう。なんた、あと一旦ぶち込む。しゃあない、これはしゃあない。でラリフォーもう一回入れる、ラリフォーもう一回入れる。でセラフィンちょっと近づかなきゃ。いや離れた、また離れたねえ。なんで離れる、これは負けんで行っちゃうか、そっちで状態上取ろう。ラリホもしくは混乱、混乱等倍、頼む、入れ入れ入れ、よし。しゃあない。じゃあこれどっち取る、そこで身代わりね。よし、起きた、オッケーだけど、あ、なんだ、どうする、こっちでいいか、これでいいね、これでオッケー。し、悪くない悪くないよ。で、ダークで、状態上入れていく。2つ、幻じゃしょうがないのよ、幻じゃないのよ。頼む、誰狙う、誰狙う。耐えろ、 OK OK。 いやセラフィーの置き土産があるな、確率減らしてくるね。でこっち行って、シルバー2発。いやえ、マジかよ。
やいやいやいや、よろしくない。おい、クリムゾンミストしかないぞ。なあ、火ダメージ上限なったぞ。なったんだからさ、もう。頼むって、もうないよ、砂栗しか。いいよいいよいいよ、それはいい。いや、引きすぎじゃない、しかもそれ。さすがに。ちょっと待って、どうなった。いや、もう察し察したみたいだな、なんか。察したな、察したな。負け、え、なんで負けになっちゃうの。ああ、あれ、3落ちは3落ちで一緒なんじゃないの。はい、というわけで本日の動画は以上となります。また次回の動画でお会いしましょう。